4月下旬、クロオアリが生息する森へやってきました。目的はクロオアリの結婚飛行の観察。この日、少し時期は早いものの、クロオアリの結婚飛行が期待できる条件となったのです。結婚飛行とは、アリのコロニーから次世代の巣を立ち上げるべく、新しく生まれた羽の生えた新女王が1年のある決まった期間に元の巣から飛び立ち、別の巣のオスアリと出会い、交尾を行う行動のことを指します。クロオアリの場合、5月上旬から中旬頃が主な結婚飛行時期となりますが、4月上旬頃から場所や天候によって飛行が行われる可能性のある時期に入ります。結婚飛行が行われる可能性の高い気候条件は、雨の翌日または翌々日の気温が高く風の弱い日。飛ぶことが決して得意ではないアリにとって風がないことはとても重要で、交尾に成功した後の女王が地面に巣穴を素早く掘るために、雨で湿った柔らかい土が良い条件となるのでしょう。観察日の1週間前からの天気はこのような感じ。雨が続いた後に天気が回復したものの、気温はそこまで上がらず、前日にまた少しだけ雨が降った後に27度を超える予報となりました。条件としてはかなり期待ができそうですね。それでは観察に向かいましょう。
いかがだったでしょうか。予報通りの好条件となったこの日、期待していた黒終わりの結婚飛行を実際に観察することができました。飛行が始まると周囲の巣から同じようなタイミングで羽蟻たちが飛び立っていく様はいつ見ても神秘的で、不器用ながらも危険な空へ旅立ち結婚飛行を成し遂げる蟻たちの姿には感動を覚えます。この後5月中はさらなる結婚飛行が行われる可能性がありますが、今日この日黒終わりの結婚飛行が観察できたことに感謝したいと思います。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。